コウノトリの形をした遊具蒸気機関車 C57 型11号機、地場産、田島豊岡市総合体育館豊岡福祉センター、豊岡公民館豊岡市民体育館、中央公園は兵庫県豊岡市立野町にある公立の都市公園である。JR 西日本豊岡駅の東900メートルの国道312号沿いに南北およそ 2km の大磯川と戸巻川の両岸に整備された公園である。大正から昭和初期にかけて行われた園山川改修工事の際に残された旧園山川、廃川敷を中央公園整備事業に基づいて兵庫県と豊岡市が1985年より整備を行い、2000年に塩津地区、2003年頃には渓口東側が完成した。水と緑をふんだんに取り入れたエコ糸安らぎの場をテーマとしており、塩津地区においては両岸を結ぶ遊歩道に加え、水鳥などの水生生物が観察できるよう整備され、沿道には桜が植えられており、市街地における桜の名所となっている。園内には豊岡市民会館や公民館などの文化施設をはじめ、豊岡市立総合体育館や市民体育館、広場などの各種スポーツ施設、その他地場産田島や豊岡健康福祉センターなど、様々な施設が立地している。また、立野地区には、蒸気機関車 C57 型11号が生態保存されているほか、公園南側は桜の名所としても知られており、花見が行われる時期には、盆盛りが灯され、多くの花見客が訪れる。豊岡都市計画図について、ありがとうございます。